ニコラス・ワルトロックは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、プロ野球選手、左投げ、両打。シカゴ・ホワイトソックスに在籍していた頃の1904年から1906年という、短い間、活躍した投手の一人だった。1906年は、レギュラーシーズンにおいて20勝13敗、防御率2.06を記録し、同年のワールドシリーズでは、 シカゴカブスに対して一勝一敗、防御率はシリーズ最高の1.00を記録し、ワールドシリーズ制覇の原動力となった。1906年ワールドシリーズの第一戦目4安打に抑えたアルトロックを群衆から守る警察官。彼らが内野にいることに注意されたい。当時、観客は試合終了後に球場のフィールドを歩くことが常であった。 1906年シーズン後に腕を痛めたことにより、選手生命を棒に振り、1908年以降は、ほとんど投げることがなくなったが、それでも1924年までホワイトソックスとワシントンセネタースにて投手を務め、さらに1933年に57歳になる時まで、たまに代打で出場した。1912年にセネタースのコーチとなり、 ワシントン DC にて1953年までの42年間を過ごした。これはメジャー史上同じフランチャイズにて連続した期間をコーチを務めた最長記録である。コーチ時代はアルシャハトと共にコーチャーズボックスでおどけたことで野球界のピエロの王子として知られるようになった。球団の公式マスコットによるフィールドでのコミカルなアトラクションが行われるようになるのは これから10年以上後のことである。シャットとアルトロックは、おふざけをコミカルなアトラクションによるボードビルの域にまで高めたが、皮肉にも二人はコラボレーションを積み重ねていくうちに、個人的な悪感情を募らせてしまい、最終的にはフィールドでお互いに口を聞かないようになってしまった。彼らが、ジャック・デンプシーとジーン・タニーの、 世界ヘビー級タイトルをかけた有名なボクシングの試合を真似た際、お互いに雨のようにパンチを浴びせ、全く手加減していないように見えたという。セネタースのコーチ時代、アルトロックが言ったとされる次のような皮肉が野球に関するいくつかの書籍に収められているが、作り話の逸話である。ある打者が放った打球がスタンドに入ったが、それがフェアなのかファウルなのかわからなかった。 普段からアルトロックにからかわれていた審判は宣告を行い直後に女性がスタンドから担架で運ばれてきた。審判は打球が女性に当たったのかとアルトロックに尋ねた。すると彼ははっきり聞こえる声でこう言った。いや、君の宣告によって女性はショックで意識を失ったんだよ。メジャーリーグにてプレイした最後の年となった1933年当時。 彼はそれまでにメジャーに在籍した選手の中で史上2番目に恒例の選手となっていた。1965年1月20日、ワシントン DC にて88歳で死去。ありがとうございます。